こんにちは、エコノミストで経済評論家の門倉です。私はですね、講演会、普段はですね、商工会議所ですとか、法人会ですとか、青年会議所、そういったところで講演を依頼受けています。あとは、金融機関でですね、証券会社さんですとか、銀行さんからですね、個人投資家向けの講演会をですね、することもございます。で、普段講演会をするときに心がけていることなんですけれども、やっぱり人間の集中力というのが15分ぐらいしか続かないということをですね、強くこう意識していまして、ですから最初にですね、面白い話をした後に15分間真面目な話をして、その後の5分間はですね、ちょっとこう気休め程度にまた軽い話をして、またこう15分真面目な話をすると、そういったことの繰り返しで講演をするようにしています。で、面白い話はですね、バラエティ番組に出ている時の裏話などをですね、こうするようにしているんですけれども、私講演会聞きに来てくださる方、バラエティ番組見ているとですね、結構ずっこけキャラになっていて、ね、この人大丈夫なのかなと思われている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、実際にですね、話を聞いていただくと、非常に真面目な経済の話をですね、分かりやすくこうお伝えするということで、きっとですね、テレビで見るのとは違ったですね、一面というのが分かっていただけるのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。